逆にね、なんでこういうものが、これまでそんなにその、世界に影響を与える形でなかったのかって、もう不思議っちゃ不思議なんだよね。まあ、基本的にこういう、なんだろう、体験するみたいなものは、まあ、僕らが初めてっちゃ初めてそう、なんですよね。それで、なんでなかったのかなっていう。なんでなかったのか。まあ、でも、デジタルで何かアートを、まあ、もちろんメディアアートみたいなものはあったんですけど、もうちょっと、現代アート的な作品っていうものがなかったんじゃないですかね。自分らは、まあ、そういう。時代的にもでもいい追い風ですよね。最近 Web3 だ、メタバースだとか言って、いわゆるそうアーですト、ね。デジまあ、タでルも使そっれたとら、はちょっと違うん全じ然ゃ違ないうんですかかね、やっね。いぱり。やいや、関そう係いうしてない感んですじじゃなくて、俺は、だから俺が言いたいのは、なんか、要はプロジェクションマッピングにしたっか？はい。はい。て、その LED にしたって、まあ結構前からあるわけですよ。で、例えばオリンピックなんか、オリンピックの入場、な、入会、えっと、えっと、開会式とか閉会式を見てもらったらわかると思うんだけど、あれってやっぱり一応世界最先端に近いことをやるわけじゃない？だってドローンとかでさ、編隊飛行やってさ、なんか作ったりとかさ、してるじゃん。ああいうの別に、要は前からあるわけよ。だからもちろん、だからこんなね、もう、まあもちろんテクノロジーはどんどん進化してるから、LED パネルだって全然安くなって細かくなってるし、レーザーとかだってどんどん良くなってんだけど、ドローンとかも使えるし、いろんなことできるんだけど、でも昔から、まあ、もうちょっとこう、稚拙ではあるけれども、荒いけれども、あったっちゃあったわけだけど、割とこう、なんで一方方向的に見せるみたいな。だからそのオリンピックの開会式なんかもまさにその典型なんだけど、あ、みんな見て、あ、すごいなーとかって思ってるだけじゃん。別にあれは体験できないじゃん。だけど、それを体験できるようにしたってところは確かに新しいけど、それに近いようなことっていうか、わかんないけど、なんか、さっきもまた科学技術未来館みたいな話をしてるけど、ケンケンパーしたらそこにピコピコピコみたいにつけますとかっていうのは。